はい、始まりました。さあ本日はですね、もう今ご覧の名古屋の皆さん、もう見た瞬間にお分かりかと思います。はい、本日は、平田良介、元中日ドラゴンズの平田良介元選手にお越しいただきまして、はい、なんと50分丸々特番のスペシャル回でございます。ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私なんかごめんなさい、ちょっとなんか喪服みたいな感じになっちゃって、いや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 、すみません、なんかちょっと明るい服着てくればよかったって今気づきました。はい、まあこうやってくっちゃばってるお前は誰やねんというお声もあるかと思います。ちょっと改めて、はい、はい、自己紹介させていただきます。オワリアズリ FM、そして東京の鳥越アズリ FM も、局長をしております、小町と申します。イエイ、ありがとうございます。拙い喋りでございますが、最後までよろしくお願いいたします。そして、はい、ね、もう自己紹介していただくのも恐縮なぐらいなんですが、もしよかったら一言。はい、はい、元中日ドラゴンズの平田良介です。昨年の12月に引退しまして、もう選手ではなくなりました。はい、現役生活17年間で、はい、今年から、また新たな人生を歩んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。いや、昨年12月ですよね、はい、そうですね、引退発表から初めてメディアに出ていただく。あ、そうですかね、どうかな、あ、ラジオとか出てたかもしれないですね。あ、本当ですか、はい、でもこんなね、動画で生放送で、はい、リハーサルもなしで、そうですね、日本一尖った放送局ですんで、はい、今日はもう本当にうちの局は、特に NG ございません、はい、突然平田選手が下ネタを言っても全然 OK な局でございます。好きに50分間楽しんでいただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にちょっと恒例のご説明だけさせていただきます。はい、まずですね、もうだいぶ、コロナに関しても、落ち着きを見せてはおりますが、はい、もちろんこのスタジオコロナ対策バッチリで、運営してございます。はい、換気もしっかりしておりますので、ご安心してご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。そして、結構何回もね、ツイッター等々で告知はしておるんですけども、はい、こちら、OW アズパン FM と、このアズパンと言いますのはこのキャラクターですね。可愛いですね。ありがとうございます。可愛いですよね。パンダですよね。パンダです。はい。と、小田すか、もしかして。おっしゃる通り、さすが。小田信長とパンダで小田。素晴らしい。そうなんです。オアパン、オアパンダ。で、OW がね、終わりの OW。え、そして、アズパン FM と。そういうことや。いう、はい、アカウントで。こちらでなんとこの終わりアズリ FM、はい、コメントが来ると、はい、スタッフは必死に印刷して、うん、必死にダッシュで持ち込むっていう。なかなかね、これがね、皆さん好評なんです。いいですね。そう、なんか昔懐かしい感じというかね、はい、なのでこうすごいね、1行ずつ会話される方とも結構いらっしゃるんですけど、もうスタッフてんてこまいで私は見ながら笑ってるっていう、そんな曲でございます。いや、はい、楽しみやわ。ありがとうございますね。コメントちょっと事前にも募集させていただきましたので結構いただいておるんですけども、はい、今回ちょっと番組の、後半にですね、コメント、皆様のコメントに答えるコーナーという形で、はい、しっかりちょっと枠を用意させていただきましたので、はい、ぜひそこでガシガシ紹介したいと思います。あ、もうぜひ、じゃあ、はい、たくさん質問ください、ね、ですね、はい、ですのでまだね、ご覧、後半しかご覧になれない方もこちらのツイッターにどんどんコメントいただければ、はい、後半にご紹介させていただきますので、ぜひコメントお待ちしております。おります、ありがとうございます。いやーね、ちょっと私がなんかもう隣で MC というか、はい、これ進行させていただくのも恐縮、ほんで恐縮なんですけども。いやいやいやそんな一般人ですから。いや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 、だってね、もううちのスタッフももう本当に、お、いやさんやって小声で。いや、なんかそんな雰囲気出てなかったですよ。そうですかね、いつも通りな感じで。そうですかね、やられてはったかな。あれかな、私に浮かれるなとか言われるから頑張ってたかもしれない。そうだ、でも今日のいらっしゃった前の番組の方ですとか、はい、ゲストさんも、はい、うわ、平田さん来るんや今日って言って、うん、皆さんやっぱりおっしゃってましたし、この大須観音の、はい、大須商店街の方でも結構
こうお話ししてると、そうなの見る見るっていう、嬉しいですね、結構反響がすごくてですね、やっぱりこうこの名古屋の愛知のヒーローでいらっしゃったんだなというのはすごい、ヒーローとかじゃないですけどもでもそうやって、ね、たくさんの方にそうやって言っていただけるというのはすごく嬉しいですね。いやいや、これ本当全然あの忖度してませんのででもあれですよね、ご出身は大阪でいらっしゃるんですもんね、はい、大阪の、大阪市、はい、大阪市の城東区ですね、はい、私はごめんなさい大阪そんなにこう詳しくなくて、城東区ってどういったあたり、なんて言ったらいいかな、京橋っていうところがあるんですけど、はい、まあ、あのあたりですね。なるほど、はい、こうどういった上、ちっちゃい頃とかっていうのはどういったお子さんだったんですか、はい、まあ、ちっちゃい時はなんかこうなんていうんですかね、元気な子でしたね。うん、昔から野球も、はい、もう野球大好きで、もうずっと朝から晩まで野球とゲームやってるような子ですね。いいですね、野球とゲームってなんかこう釣り合わないような感じしますけど、はい、いいですね。もうずっとずっとそうですね。だから勉強がちょっと足りなかったかなって思います。いやいやいや、でもね、やっぱり極めてプロになられるっていうのはやっぱ素晴らしいことですので。はい。でそこからあのもう高校は、大阪桐蔭、はい、大阪桐蔭高校に行かれて、はい、もう甲子園でも活躍されて、そして2006年に、はい、中日ドラゴンズに、はい、そうですね、はい、形でずっと、前線で活躍されてらっしゃったということで、はい、まあ、惜しくも閉まりつつですね、12月にあの引退という形にはなったんですけども、はい、まあ、まさにこれから第2の、うん、人生じゃないですが、そうですね、スタートをされるということで、あの、はい、我々のこの日本一尖った放送局にもご縁をいただきましてこれ多分引退されてなかったらね、なかなかご縁難しかったと思いますので、じゃタイミングが良かったですね、はい、もうありがとうございます。もう嬉しい限りです。本当に東京のもうスタッフも結構湧いてますし、わありがたいですね。あと私本当にあの野球好きの友人から、はい、あのどこで見たのか、うん、告知を1回目出した時ぐらいかなにすぐ LINE が来まして、うん、はい、平田さん選手出るのっていう、全然連絡してこない友人なんですけど、はい、急に LINE 来ましてでも結構長文で返したらまた既読スルーされてます。おっと返してあげてくださいお願いします。見てるはずですあの男はですんで、もう本当嬉しくてですね、ありがとうございます。今日はい、こちらこそありがとうございます。今日はですね、はい、あのもう視聴者の方は、うん、やっぱり野球好きの方も平田選手にこう元選手にいろいろ野球の話聞きたいっていう方たくさんいらっしゃると思います。なので、はい、私が逆にこう野球の話をこうガンガンさせていただくというよりは、はい、平田さんのやっぱりこう素の部分というか、うん、なんか好きなものだったり、まあ、どういう活動を今後されていかれるかだったり、はい、なんかこうそんな話をですねざっくばらんにフリートーク形式でしていきたいなと、うん、いうふうに考えております、はい、今日の話はあのぜひこちらのコメントで皆さん聞きたいことを聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますですね。いや早速なんですけども、はい、ちょっとインスタを拝見してましたら、はい、今後ね、これであの平田選手と、うん、まあ、選手と言ってごめんなさい失礼しました、あの平田さんとお会いする機会だったりが、はい、こうなくなってしまうのかと心配な方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、なんとあれですね、バスツアーなんかを、そうですね、バスツアーやられてらっしゃるんですね、はい、真ん中のイチゴを持ったあ、そうこちらですね、はい、そうですね、午前中にバス、まあ、バスツアーで、ええ、午前中にイチゴ狩りに行きまして、こちら どちらまでイチゴ狩り、浜名湖の方ですね、やっぱりあちらの方はそうですよね、はい、あの暖かいですし有名ですもんね、暖かかったですね、はい、で あとは航空自衛隊のところですかね、はい、あの、はいはいはい、ブルーインパルスとか見たりとかして、ほんで昼ご飯みんなと食べて、これは、はい、ファンの方とのイベントっていう一般候補の形、ね、あもう一般も入ってましたね、やっぱあの ABC バスさんですね、確か愛知バスさんか、愛知バスさんのファンの方みたいな方にも来られてましたね、はい、いやいいですね、なんかなかなかこんな近い距離でお会いできてそうですね、一緒にいちご狩りっていうのも
はい、できないですからね。そうですね。だからもうなんかいちご食うよりもこう喋るっていう感じで、もう本当このぐらいの距離で喋ってっていうので、すごい喜んでいただきましたね、皆さんに。いや多分皆さん逆にいちごの味全然入ってないと思います。それどころじゃないってね。いやもう美味しかったですよ。いちご大きくて、ほんでもうすっごい色赤くて、うん、いやさっきのお写真もすごい美味しそうないちごのお写真ですもんね、うん、めちゃくちゃ美味しかったです、うん、はい、しかも結構大きい、またね。そうなんです、めちゃくちゃ大きくて、でそのやっぱそのまま売ってるんですよ、いちごが。あ、いいですね、はい、でそこでいちご買って、家に持って帰って、はい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 、嫁と子供に、あ、お土産で。素晴らしい、しましたね。でよくあのジェラートとか、はい、こうしたものとかもこう売って、レストラン併設したりとかもしてますもんね、はい、ありますよ ね、 ね。いやもうほんまにあのいちごのなんかこうね、うん、なんかこう何ですか、いちごのお菓子とかあるじゃないですか、うんうん、タルトとか、うんうんうん、なんかそういうのもいろいろ置いてあって、うんうんうん、いいところやな思いましたね。甘いものとか結構好きなんですか？もう大好きです。あ、じゃあいいですね。はい、じゃあこういったこうツアーですとか、うんうん、なんかこうファンとの交流ができるイベント活動っていうのはまだ今後も、はい、こう予定、そうですね、お声いただければどんどんそういう活動もしていきたいなと思ってますね。いいですね、はい、いやアズーリで、はい、なんかイベント企画させていただきます。じゃあ、お、本当ですか？ぜひよろしくお願いします、ね、なんかやりたいですよ ね、 ね、ぜひぜひ、はい、そう、あの平田亮介と行く、はい、〇〇ツアーみたいな形で、お、いいですね。なんでしょう、まあ、昨日ちょっと行ってきたのがね、あのスタッフと取材というか、はい、ちょっと CM 動画撮りに行ってきたんですけども、はい、あの名古屋唯一の、成人映画館さん、うん、中村英劇さんあるんですけど、はい、まあ、そちらにちょっとお邪魔して、はい、あの常連さんにインタビューしたりとへやってるんで、あの、はい、平田亮介と行く、成人映画館ツアーとか、ね、ちょっと尖ったイベント尖ってますね、やっぱり尖ってるな。結構面白いかなって勝手に思っちゃいました。すいません、あのファンの方でお何言うとんねんっていう方はすいません、あの謝ります。いや別に悪いことじゃないですからね。そうですよね、悪いことじゃない。はい、ぜひ本当にあの我々もちょっといろんな、実はあの東京の方では、はい、こうアズーリプロレス祭りという、うん、鳥越アズーリ FM 東京の局が主催のプロレス大会を、はい、興行を実は打ってたりですとか、はい、この番組をお持ちの方が、まあ、本当にレスラーの方、うん、まあ、の俳優さんですとか、はい、有名人の方から一般の方からたくさんいらっしゃいますので、そういった方々にも満足いただけるイベントを、はい、いっぱい企画していくというのが、うん、はい、この局の、まあ、また一つ変わった特徴でして、うんうん、ぜひなんかそういったイベントもご一緒できればなと、はい、そうですね、思いますので、はい、やりましょう。はい、やりましょう。やりましょう。ありがとうございます。あと他には何か今後のところでこう予定されてる、はい、そうですね、今考えてるのは、あのなんか野球塾とかやりたいなと思ってまして。いいですね、はい、でまだ全然本当入り口なんで場所も見つけれてない状態なんですけど、まあ、やっぱこう僕が現役を引退して、はい、で現役の時ってやっぱりプレーでやっぱり夢を与えたりとか、うん、あとはなんかこういう時計買ったりとか、はい、車買ったりとか、うん、こういうなんか高価なものかっこいいものを買えるんだよとか、うん、それで夢を与えれたりとかがあったと思うんですけど、やっぱり引退してからってこう自分が夢を与えることってもうなかなかできないと思うんですよね、うん、だからその時にどういうことができるかなと思った時に、はい、やっぱ野球塾をやって、うん、これからプロ野球選手になりたい子とか、うん、子供をこうプロ野夢子供の夢を後押しサポートできるようなことをしたいなと思いまして、うんうん、いや素晴らしい、はい、いやどういった形の国際野球チームさんですとか、まあ、本当にもうすでに活動されたチームにこう、はい、うん、こう指導というかコーチで行かれる形なのか、それとも、はい、ゼロから募集されるような形なのか。そっちはゼロから募集を考えてます、うん、そうですか、はい、いやすごい。でそれをやりながら、まあ、チームでお願いが来た時とか、うんうん、
あとはまあ個人でもお願いが来た時とかはやっていきたいなっていうふうに思いますし、まあ本当もう今はやっぱ場所がない状態なので、はい、あのチームだとか、うん、あとはまあ、あの学生さん、あの、うん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 、高校とか中学とか、はい、もう行ってますし、 あとはまあ個人でお願いしていただいたりとか、うんうん、そこに行ったりとかもしたりしてますね。いや、いいですよね。なかなかだってね、プロのご経験がある方に直接教えてもらうなんて、ね、機会ないですからね。いや、もう本当それでなんか一つでもあの、うん、うまくなっていただけたらいいなっていうふうに思いますね。ね、でもさっきおっしゃられたやっぱりその子供に夢をではないんですけども、うん、ご自身が今まではこう夢の対象で、はい、あら、ね、あってらっしゃったところが、あの、まあ、こう一線は退かれて、はい、それでもこう子供に夢をっていうお考えはすごい素敵で、うん、ありがとうございます。なんか本当曲ができることを精一杯させていただきたいなと、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。思っております。ちなみに場所を探されてるっていうことで、まあ、どういった場所が、はい、なんかこういう場所がいいなとか。場所が、まあ、あの理想を言えば、ええ、長久手とか日進あたりがいいのかなとか思ったりもしてるんですけど、はい、まあ、でもそこが第一志望で、まあ、他でもあの、まあ、バッティングもできて、あの守備とかの練習もできる広さ、はい、だまあ大体 100坪以上の大きさがいるのかなとか思ってるんですけど、だからなんか倉庫とかがいいんですか ね、はい、ね、倉庫探してます。今100坪以上来ました。今倉庫探してますって視聴者の、はい、社長さん、そこにいる社長さん、倉庫を貸してくれたら。倉庫、はい、ね、100坪以上の倉庫で、天井が6メートル以上の倉庫。具体的です、はい、今聞いてる社長さん、あれですか、ここにあのそうですね、こちらのツイッターの方に、はい、ね、でもその平田さんの野球塾を、はい、の、いや場所を貸したのは俺なんだよって言える特典があります、うん、そうですね、今なら、はい。でも本当にね、まあ、こういったあの媒体も使っていただくと、はい、我々生放送だけではなくて YouTube にもずっと残りますので、うん、はい、どこかで見て、ね、まあ、県外の方で倉庫を愛知で持たれてる方とかも、はい、もしかしたら連絡来る可能性ありますので、はい、でバンバン宣伝しておきましょう、はい、よろしくお願いしますそうですか。じゃあ、ね、こう引退という形にはなりますが、はい、もうこうファンの方がこうお会いできないとかっていうことではなく、うん、今後もこうファンと交流する機会、もしくは、まあ、そのお子さんとも直接、はい、子どもたちと野球をされていくっていうような、はい、今活動を予定されてらっしゃるということですね。そうですね、はい、いや、よかったですね。その最後のご登場がアズーリ FM かななんてね、うん、いや大丈夫ですよ、寂しいですから、あの、はい、まだあのこの後もまだあの、ね、あのイベントとかもまだ入ってますので、はい、じゃあそちらのご紹介も、はい、そうです、はい、3月18日が僕の引退セレモニーなんですけど、はい、翌日の3月19日に岐阜の方で、あ、はいはい、あのイベントトークショーですかね、うん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 、をやらせていただくので、はい、まだぜひそっちの方にも、あのお昼なんですけどね、開始が12時からなんですけど、はい、今映ってますね、こちらですかね、はい、3月19日、はい、岐阜の、想定街っていうお店の名前ですね、で、あの、はい、やらせてもらいますんで。じゃあまだお席は残って、はい、まだ残ってますね。あ、そうですか、はい、じゃあ今ご覧の、ね、はい、あなたすぐ申し込めば、はい、そうですね、ね、まだ参加できる、もうちょっとだけ残ってる出てましたんで、あ、はい、よかったです、ぜひ参加してくださいこちらのね、トークショーという形で何分ぐらい、はい、2時間半ぐらいですかね。たっぷりですね、うん、はい、すごい、たっぷり、まあ、喋ったりとか、あとビンゴをやったりとか、はいはいはい、っていう風に今企画、あのお店の人とやってるんですけど、はい、じゃあのお店さんはなんか懇意にされてるお店さんですか。あ、このお店はですね、あの僕が中学校の時に、はい、中学校の時の野球チームの同級生がやってるんですよ。ああ、そうなんですね、はい、すごい。で、あのなんかやろうよみたいな感じになって、うん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 、
で、ぜひやろうぜってなって。いいですね、はい、お店の情報がね、ごめんなさいね、ちょっと拡大とかできたらいいんですけどもせっかくなんで口頭でもお伝えしていただいて、はい、あれですね、岐阜県岐阜市の、なんて読むんだろう、住田町っていうんですかね、あ、住田町2丁目の10ですね、はい、はい、名店の名前が想定外、想定外さん、はい、じゃあ居酒屋さん、居酒屋さんですね、そうですか、うん、でも結構広そうですね、読書できるぐらいですね、はい、ここ最近できたみたいな、あ、そうなんですね、オープンもじゃあ最近、はい、うわすごい、なんか一番その彼が持ってるお店の中で一番新しいお店って言ってました、オーナーさんは何店舗かやられてて、はい、そうですね、はい、なんか店、新しいお店で、店の名前も全部違うんですけど、なんで一緒にせえへんやろうなと思いながらそれちょっと呼んで聞きたいですね、そうですねこちらでトークショーも予定されているということでね、ぜひ、はい、ぜひご覧の皆様、まだチケットといいますか、お席あるようですので、はい、よかったら、平田さんの、インスタ、はい、まあ、インスタ、まあ、あとはあの電話番号が書いてあるので、こちらのフライヤーに、はい、そちらの方に、はいはい、あの番号です、大里くんのところに電話してください、うんうんうん、はい、ぜひよろしくお願いします、いやありがとうございます。いや、今後の活動についても結構いろんなねスケジュールもありますし、野球塾なんかもすごい、はい、楽しみですね。そうですね、すごく楽しみですね。うん、絶対に子どもたちは集まると思いますので集まってほしいです ね, ね, ねさあ、ありがとうございます、はい、今日なんですけども、はい、せっかく生放送なので、はい、平田さんのなんていうの、素の部分というか、はい、プライベートの部分とかも突っ込んでいけたらなと思ってまして、うん、はい、ちょっとあの YouTube チャンネルの方もね、はい、拝見させていただいたら、はい、なんか結構漫画が好きと、あ、そうですね、さっきもゲーム、ね、野球とゲームっておっしゃってたので、はい、で年代もあの結構近い、私30、もうすぐ38ですので、あ、年代も多分同じぐらい、ほぼ同じですね、はいはい、ですので、なんか拝見してるとドラゴンボールが、うん、結構押すと、はい、はい、あ、出ましたね、お手で、はい、こんな感じで出るんです、うち、はい、すごいな、平田洋介です、そしてスーパースタッフです、今回は、ね、ドラゴンボールの、はい、について話していきたいなと思います。これはどういった回だったんですか。これ多分もうひたすらドラゴンボールについて語り合いみたいなめちゃめちゃいいですねあ、そうですね、名シーンの回ですね、はい、そうですね、そう、だから意外というか、あの他のコンテンツはやっぱり、ね、野球に特化したコンテンツが多い中で、はい、の急にドラゴンボールってあったので、うん、ついつい私も見てしまって、はい、ドラゴンボールがお好きということで、はい、ね、ちょっとこの YouTube に負けじと、うん、ちょっとここでもドラゴンボール好きなシーンの話ちょっとしませんか、せっかくなので、ね、YouTube はまあじゃあちょっと落としてもらってで僕の知ってるドラゴンボールってもう本当古いドラゴンボールですよ、はい、今の初期の、はい、はい、あのスーパーじゃないところなんで、あ、僕もねスーパーは見てないんですわ、そういうの、よかった、よかった、危ない、そうか、スーパーあるんでしたね見てなかった、僕 GT で止まってるんですよ、あ、分かる分かるGT はすごいね、はい、叩かれてますけど、すごい、僕あ、そうですね、あの作画も良かったし、うん、アニメですけど、オープニングエンディングもすごい良かった、はい、良かったですよ ね, ね、あのあれですよね、フィールドビューのだんだん心ひた、はい、あ、いいですね、でエンディングがディーンの一人じゃない、あれはね、あれ神曲ですよ、いいですよね、本当わかりますわでもやっぱり初期のドラゴンボールもね、はい、あのすごい昔よく再放送でなんか夕方とかに流れてて、ずっと見てた覚えがあって、そうですね、ね、いやすごい面白いですよね、私どうだろうな、名シーンは、はい、どこがありますか、やっぱり個人的にすごい好きなのは、はい、あのセルゲームの、おお、もう Z っすね、ドラゴンボール Z の、はい、セルゲームのあの前に、はい、ベジータもトランクスも、はい、精神と時の部屋で修行して、うん、でもう自信満々でベジータセルと戦ったじゃないですか、はい、でまあダメで
あれいつからなんですかね、ベジータがやられ役だったの。お前そうね、完全にかませ犬感が、ねまあ、なんかね、ピッコロもね、ピッコロもなんかもあんな、あの不敬みたいになってますよ、ご飯のお父さんなんかなみたいなね。最後のマジンブーの時はハイって言ってバレーボールやってましたね。ねピッコロさんみたいな。あの二人がなんでいつからネタキャラになったのか、得られキャラになったのかってすごい気になりますね。ねめちゃめちゃ悪かったのに。ねめちゃめちゃ悪かったのに。ね、地球を壊そうとしてたの、ね。ほんまですよ。で、あのベジータが、まあ、言うてもやられてもうた後の見ててくる、はいうん、あの未来から来たバージョンのトランクス。おおはい。がもう忘れられないです。もう父さんはなんか、はい、父さんはあかんねんみたいな感じで出てきて意気揚々と、うんうんうん、俺は分かっとったぞと、ベジータやられるの分かっとったぞみたいな感じで出てきて、はい、なんか鍛えすぎて体ボーンってめっちゃでかくするじゃないですか。なりますよね。でその結果あのスピードが落ちすぎてセルに瞬殺されるっていう。そうなんですよ。そんで悟空がね、あれ確かドラゴンボール2になるんですよね。はい、あじゃあスーパーサイジン2か。2になるんですけど、悟空はそれを知ってたんですよね。それじゃスピード落ちるから意味ないんだよって。そうそうそう、さっき言うたりよと思うんですよね。そうそうそう、悟空もね、そうそうそう、なんかやられてから言うんじゃなくてね、だいぶひどいですよ ね、 ねさっき言うたりよと思う。であの時にそのトランクスも、確かトランクスも泣くんですよね、はい、泣いた時に僕漫画見ながら、うん、親子やなと思います。お悔し泣きするあの感じがという、うん、何の話ですかこれは。ドラゴンボールZ の話ですね。さすがお詳しいですね。いやいやいや、もう浅いですよ。いやいやいや、まあね、でもあのセルゲームはね、あの悟空がね、あの海王様のところ行ってね、うんうんうん、あの破裂、ね、ああそうですね、なんかああいうの親子愛とかあってすごくいいなって思いますよね。わかります。うん、YouTube でもちょっとお話されてました、あのご飯がセル倒す時のあのカメハメハね、はい、カメハメね、あれはめちゃめちゃかっこいいですよね。めちゃいいですよ ね、 わかりますよ。あれなんか大人になってから見た方が泣けるかもしれないですよね。わかりますわかります。子供の時はうわすごいかっこいい、うんうん、カード出すでカード出てきてね、わ懐かしい、ね、カード出すでねこれあのシーンやっていう感じやけど、そうそうそう、親になったらね、なんか子供がおるからなんかこうかぶってね、うん、なんかいいなって思いますね。いいっすよね、うん、あのこう片手でねやって後ろからこう支えてみたいな、ね、あれは名シーンですね。名シーン他ドラゴンボール以外もお好きなんですか。はい、あ、もうあの野球漫画とかも好きで、うんうん、あのドカベンとか H2 とか、野球漫画は ね、 メジャーとかねたくさんありますしね、はい、もう大体外れないですもんね。そうです ね、 ね、最近やと文豪っていう野球漫画があるんですよ。知らないかも、はい、あの最初男子中学校の野球から始まるんですけど、でそれがなんかすごく面白くて、はい、でちょっとやっぱ結構リアルなんですよ、うん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 、なんかこう最近の野球漫画、まあ、文語だけじゃなくて、はい、最近の野球漫画ってこうちょっと細かいんですよね、うんうん、なんかこう球種だとかちょっとなんていうんですか、リアルな野球を漫画にしてますよみたいな、はい、昔やったらなんか、うん、いやそんな球投げられへんやろとか、ね、なんか必殺技がとかだったのが、最近は細かいんで、またなんかこうその漫画からこう勉強になることとかも増えてるのかなって最近のね、野球少年たち、なんかそういうのも感じますね。あれですかね、まあ、あの今ねすごい流行ってるスラムダンクも、あ、はい、こうね、スポーツって割とジャンプ漫画もそうですけど、はい、ね、キャプテン翼とかも、はい、いやいやいやみたいな、ね、いやいや、ね、もう寝そべってあの足の裏にこう合わせて兄弟でジャンプするみたいな、ありました ね、 ね、あの双子の誰ができるみたいなとこありましたけど、はい、やっぱりこうリアルさを追求した漫画っていうのも、うん、もう本当におっしゃられたと一つこう勉強になるし、うん、なんかこう、なんか悩んでる野球やってて悩んでる子たちの人とバイブルみたいな形もなってくるのかもしれないですね。まあ、時代の流れですよね。うん、これもなんかスラムダンクも良かったですね。映画見に行ったんですよ。見たんですね。はい、いいな。めっちゃ感動しますよ。うん、見られましたか。まだなんですよ。局長見てないんですか。まだなんですよ。あ、これは、ね、もう見たら泣きますよ。いや泣くでしょうね。泣くと思いますね。え、ちなみに漫画は見られたんですか。はい、漫画もちろんですね。だいたい31巻を、はい、このトイレに置いとくと、はい、トイレ長くなるっていう。だいたいまた最後まで読んじゃう。
やっぱ呼んじゃうっすよね。トイレから出てきてなんかもうなんかすごい感動した顔でトイレから出てくるっていう謎の感無量。そうそうそう、何してきてお前みたいな。いや、スラムダンクはね、あんな最後いい、はい、セリフなしで書くなんて。そうですよね、最後ね、井上先生っていう感じですよね。何考えてんの、はい、っていう、ね、そうそうそう、あれはでも本当にこう読んでても音聞こえますしね、はい、なんかすごい臨場感もあって、映画でも見てほしいな。いやじゃあちょっとスタート休みます、明日。あとお願いします。あかんねえ、厳しい。いや厳しいですよ、スタート厳しい。あ、2人で行く言ってますよ。あの、それは興味ない。まあもう知らんが。あとあの漫画以外にもゴルフもやられる、はい、あ、ゴルフ、はい、ぼちぼちですけどね、ゴルフぼちぼちでいらっしゃったんですね、はい、その YouTube の方からね、うん、ちょっとドッキリ動画みたいなやつがちょっとあったので、はい、ちょっとおもろうと思って見ちゃったんですよ。ありましたね、はい、まさかのドッキリだったんですね。いや、おかしいなと思ったんですよ。これじゃあ本当の本当の本当のドッキリ、はい、はい、もうそのここ の, その や,、はい、やってくださってソニックパワードって会社 の,、はい、その社員さん、はい、にあのゴルフを教えるっていう企画で聞いてたんですよ。はい、で、なん社員さん教えるんやみたいな、なんかスポーツやったことない人でって言って、あ、まあまあ、はい、わかりましたって感じで、じゃあやりましょうか。でも僕ゴルフ上手くないのに、はい、大丈夫なんかな。なるほど、もうそこがちょっと振りが効いてる感じやったんですね。そうなんですよ。なるほどなるほど。それで教えに行ったんですけどね、はい、このね動画もちょっとご説明させていただきますと、はい、素人の女性の方に平田さんがゴルフを教えるという体で、まあ、実はその方がプロゴルファーだったっていうオチなんですよね、はい、そうなんですよ。で今こうスタッフがニューっとこう生放送中にこうニューっとこう、はい、いいでしょこのね、どれぐらいアズブリ FM 感をニューッと動かして、まあそのオチのところまで一生懸命持っていってますんで、はい、そこの女性の方にこうやって一生懸命で指導してるのに、うん、もう実はプロだったと。そうです。あのこれもうひどいです。あのスイングしてもらうんですよ、これ指導した後にスイングしてもらうんですけど、うん、もう一スイング目で、はい、えってなってるんですよ。隠しきれてないです、はい、やっぱ、ね、体幹しっかりしてるんで、はい、そのゴルフの、うん、ゴルファーの方とかも、うん、だからその下手を演じてるけどずれてないんですよね、体幹が。さすがさすが、やっぱ体幹見てはるんですね。はい、すごいな。えってなんか、え、本当にこの人スポーツしたことない人なのかなって思うから、そういうことですね。はい。難しいぞ。でも体とかもね、なんかこう何ですか、もう何もやってないですよみたいな体じゃないですもんね。こうしっかりついてるところをついてるっていうか、うんうん、だから、だってもうこの感じで、ここで雰囲気出てますもんね。めっちゃ綺麗なんですよ。いや、僕はやっぱ言うた一言がエグーがめっちゃおもろかったです。うまーとかじゃなくてエグーっていう。ほんとすごかったですよ。もうこんぐらいしかずれないんですよね、狙ってるところから。もうなんかあの5センチずれたみたいな世界なんで、いいですね。なんかおかしかったですね。これ面白い、めちゃめちゃ笑いました。ありがとうございます。そうか、じゃゴルフはそんなにぼちぼちっていう、はい、好きですけど上手くはないですね。あ、でもお好きでいらっしゃる、はい、じゃ今後もコンペとかには。あ、そうですね、出られて出たりとか、はい、明日もゴルフですね。あ、そうですか。じゃ皆さんあのコンペでも、はい、平田さんとお会いすることがまだできるという、うん、そうですね、形ですね。はい、ありがとうございます。さあちょっとじらしてきてしまいましたが、そろそろね、はい、視聴者様のコメントをご紹介させていただきたいと思います。はい、ではでは。うわ、めちゃめちゃ来てる。あ、すごい、めちゃめちゃ来てます。おお、めちゃめちゃ来てる。
すごい。こんな感じで来るんですね。そうなんです。いつもはねリアルタイムでどんどん入れるんですけども、はい、今回ちょっとじらす形でさせていただきました、うん、ありがとうございます。じゃあ上からご紹介させていただきますね、はい、これは、ごめんなさい読み方が、トトロ063ですね、はい、平田亮介さん、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、先日のイベントで3月18日の引退セレモニーで試合前のシートノックは入るようなことをおっしゃっておりましたが、はい、その他試合前にセレモニーなのか試合後なのかとか決まってることがありましたらぜひ教えていただきたいです。あのこれが決まってるかどうかがまだわからないんですよ、うん、その一応お話はさせてもらってるんですね球団の方と、はい、でもそれでどこまで決定なんかがわからないんですけど今出てる話では練習参加させてもらって、うんうん、ほんで皆さんの前に出てくるのがシートノックシートノック出させてもらって、はい、でその後のセレモニーあるピッチに投げさせてもらうか、まあ、どうかするしてで試合終わってから、はい、お話をさせていただくっていう感じですね。なので試合後にセレモニーって言った方がいいのかな、うん、試合後にセレモニーという形で、はい、はい、おそらくということですね、はい、おそらく、まあ、はい、試合後にセレモニーは確定します。試合後セレモニーは確定、はい、それだけは、はい、確定してます。はい、ということでございます。3月18日楽しみにしていますというコメントいただきました。はい、ありがとうございます。そして続いてもトトロ06さんからい、はい、もう一つ頂戴してます、はい、今いろいろとご活躍ご活動されていらっしゃる平田さんですが、はい、今一番会いたい有名人の方はどなたでしょうか。難しいですね。これ結構難しい質問ですね、うん、僕そうですね中学生とかの時から好きだった芸能人の方がいまして、うん、その人が、はい、後藤真希さんなんですよ。おお、世代ですね。世代ですよね。世代ですね。モーニング娘。のやっぱり、うん、だから今一番会いたい小牧かな。小牧会ってみたいですよね。会ってみたい。確かに多分めちゃくちゃ美人ですよね。あ、綺麗ですよね、はい、ちょっとアズリで実現ねちょっとオファーして大変や平田さんとコラボ特番とかできたらね。僕そんなんだったら多分僕画面外にいますよ。意味ないじゃん。もうなんか扉の向こうでなんかこうやってせっかくしてんのになんか両目で見ていいんですかみたいな。もうそんぐらい緊張しちゃうと思うな。いやそれでもちょっとねトトさんありがとうございます。ちょっとアズーリの方で頑張って企画していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あの弟さん来る可能性ありますけどね。弟さんブレイキングダウンの方買えみたいなね。もうその時はあの普通にここに座らせてもらいます。あどうも初めましてみたいな感じで。ありがとうございます。聞いてましたよ。いいジャンプとかね。ね、懐かしいですね、はい、歌聞いてましたよ、うんうんうん、はい、ね、ソニーさんとかもね。あ、そうですよ ね、 ちょっとこのもしアズーリとか、うん、来てくれたら嬉しいです。いや嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてですね、にゃーさんからいただいております、はい、早速ですお願いがあります。はい、3月18日のバンテリンドームの引退セレモニーに家族で伺うのですが、うん、ありがとうございます。その時大の平田亮介ファンとして定評のあるうちのかみさん手作りパネルを掲げますので、うん、見てやってください。見たいですね。ということでございます。その特別のパネルは何書いてるか分からへんからどれか分かんなくなっちゃうんですけど、どれ、お席が、一塁側、17通路あたりということで、うん、OK です。17通路探しますね。あ、すごい。でも本当ありがたいことに、うん、3月18日の試合が、うん、その僕の引退セレモニーだからか分かんないですけど、うん、もう即完売していただいてね。いやー、すごいですね。本当なんて言うんだろう、いろいろあったんで、うん、なんかどういう風に思われてるんかなっていうのもあったので、いやすごく嬉しいですね。ね、結果が物語ってらっしゃると思います。嬉しいです。ありがたいです。だってこうやってわざわざね、うん、こうなんかでも私も局長としてこういう方と
はいね、なかなかこんなのつなげることできないじゃないですか。でもうちだったらつなげられちゃうっていう、はい、嬉しい限りでございます。じゃあこちらの皆さんのコメントはしっかり、平田さんにもお渡しをして、はい、忘れないように、はい、お渡ししますので、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてゆてるさんからですね、はい、いただきました。平田選手、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。そして平田選手、本当に本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。野球に興味がなかった私に野球の楽しさを教えてくださったのが平田選手です。 ありがとうございます。1月に行われた交流会にも参加させていただきましたが、うん、これからも交流イベントなど開催する予定はありますかということで、はい、まさにね、そうですね、伊藤さんの質問にはご回答できたかなと、はいはい、そうですね、思っております。いや、あとね、やっぱこう、うん、インスタ載っけてなかったんですけど、はい、先週ぐらいで常滑の方でトークショーさせてもらったんですよ。ほんでその時あの結構やっぱね覚えるんですよ僕も、はい、あのあこういう方がこの人ファンよく見たことあるなとか、この人見たことあるなとかあるんですけど、はい、常滑でさせてもらった時ちょっとこう普段見て見覚えのある方じゃない方が多かったんで、なんかそれを見て、あ、結構こう各地でやった方がいいのかなとか、名古屋市内だけじゃなくて、その、うん、常滑市だとか、うん、で今度岐阜市の方でやらせてもらいますし、うん、なんかいろんなとこでやった方が、うん、いろんなファンの人にお礼とか言えるんかなと思ったんで、うんうんうん、なんかそれもまあいろんなところでやらせてもらえたらいいなっていうふうに思いましたね、うん、いいですね。確かにね、なかなかこう近いとはいえ、はい、なんかちょっと移動すると、うん、こう行かない、なんだろう、行かないになってしまう方も、はい、あ、もう近所でやるの、じゃあ行こうっていう、ね、なりますよね、方は結構いらっしゃると思いますし、うん、はい、まあ、お店の方にもね、そうやってこうフライヤー貼ってあったら、って言って、はい、行ってみようっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうから、そうですね、こう、じゃあフットワーク軽く、はい、ちょっといろんなところで、いろんなところで交流会イベントをされるということで、はい、ぜひ、ね、ゆてるさんお住まいの近くで、はい、イベントある際は、ぜひぜひご参加ください。そうですね、参加してください。参加されてね、あの時のゆてるですって、うん、あ、いいですね、またね話盛り上がりますんでね、はい、ぜひぜひいいですね、はい、ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、はい、ご質問でございます。ちょっとこちらもごめんなさい、お名前の読み方は DR6、うん、星2、うん、はいの、サムからいただいておりまして、はい、こんにちは、はい、こんにちは。平田さんに質問を書かせてもらいます、はい、平田さんつけている十字のネックレスのメーカーを教えてください、はい、あ、これはダミアーニっていうやつです、ね、ダミアーニさん、はい、はい、なんて言ったらいいんだろう、はい、ダミアーニさんです。ダミアーニさん、はい、あの、まあ、その十字架がのやつがやっぱ有名だと思うんですけどね、はい、あら、かっこいい。そうですね、結構かっこいい、僕も好きですね。ここ愛知とか名古屋でしたらどの辺でこう購入できたんですか。僕あのオーブの方の発信っていう宝石屋さんあるんですけど、はははは、あそこで買いましたね、はい、はい、聞きましたか。はい、聞きました。発信さんで、発信さんです。あ、出てきましたね。あ、出てきましたね。はい、まあ、通販でももちろん販売されてると、うん、そうですね、買えますね、ということで、うんうん、オンラインで。いや、かっこいいですね、うん、いろんなサイズがあるんですよね、大きさ、その十字架の大きさもあるし、うんうんうん、あとはその、まあ、ダイヤなんですけど、うんうん、その外枠もダイヤのやつがあったりとか、はい、あ、でそういうことですね、はい、あとダイヤのカットの仕方とかもいろいろ選べますね。あ、すごい、はい、いいですね。ぜひぜひ、うん、こちらのホームページであったり、まあ、調べていただければ、はいはい、そうですね、ダミアーニさんで調べていただければ、はい、いろんなものから、あなたも平田さんになれますよと、なれますよという一品でございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、ひっつまぶしさんからコメントいただいております。名古屋かな、はい、平田凛も、お、平田凛、平田凛も、はい、野球教室開きたいんですね、うん、藤井敦さんはクラウドファウンディングも活用して、うん、ごめんなさい、これが私が読めなくて、天白区、天白区で、はい、スタートされましたよね、ほうほう、こういったものが増えていって裾野が広がるとバンテリンドームが満員になる日も近いかも
というコメントをいただきました。お、お知り合いの方、藤井さんは、あ、質問したのは多分分かんないんですけど、そう、まあ、藤井さんはあの先輩の方ですね、はい、OB で、はいはい、そうですよね、そうです、クラウドファンディングを活用して、はい、そうです、僕は多分クラウドファンディングをすることはないと思うんですけど、うん、でもまあそうですね、やっぱ一つの、あの、はい、あの選択肢として考えてやっていきたいなっていうふうに思います、うんうん、もうそうですね、皆さんがこう野球教室を開かれたりして、うん、そこでのコラボレーションだったりとかも、ね、はい、盛んになってくると、はい、まあ、どん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 バンテリンドームに向かう人の、はい、ね、数も増えてっていう、そうですね、コメント、はい、やっぱ野球人口も増えてほしいですね、うんうん、そうですよね、うん、まあ、今いろんなスポーツが出てきてますんでね、はい、確かにこう昔だったら、まあ、変な話も野球一択みたいな、うん、あ、そうですね、昔はそうでしたもんね、時代もありましたけども、うん、まさに、今だと、ね、先ほどバスケットボールもあったり、うん、サッカーもあったりしますので、ね、ぜひあのやっぱり野球教室みたいな、こう、うん、子どもと直接お話ができて、はい、あ、野球選手になりたいってもう思えるような、はい、こう場所があると、はい、さらに野球人口ね、うん、絶対増えていくと思いますので、はい、坪渕さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、でもあっという間ですね、あっという間に時間がこう近づいてきましたので、はい、あ、これ同じ方からですね、3つちょっとあのまたちょっと読めないのですいません、あの KZ8 さんからですね、はい、遠投を投げるコツもしくは投げるために必要な練習方法など教えてください。うん、遠投、遠くに投げるコツ、まあやっぱ体全体で投げないといけないなっていうのはあるんですけど、まあ、遠くに投げようとすると上を向きがちなんですけど、はい、体って上を向くと力抜けるんですよね、うん、下半身の力が、はい、だから遠くに投げるときも下に投げるイメージを持ちながら上に投げると力を入りやすくなるのかなっていうのもありますし、まあ、そういうこともやっぱ野球塾とかやって、あの、始めていったら、あの、指導させてもらったりとかしていきたいなと思いますね。絶対知りたい情報ですよ今の。はい、じゃあこれ以上の情報は、ぜひ野球塾をお楽しみにくださいと。それ以上もないかもしれないですよね。いやいや、そんなことないです。はい、それからですね、野球選手以外でスポーツ選手になるとしたら何の選手になりたいですか。うん、僕はバスケットボールですかね。うん、はい、あのサッカー本当下手くそなんですよ僕。足ね、はい、なんかこう苦手な人苦手ですよね。はい、僕ドリブルできなくて、うん、あの優勝旅行の前日にサッカーでノーマークでボールもらったんですよ。はい、ノーマークのドリブルでボールの上踏んじゃって捻挫しちゃっていやいや危ない危ない、で優勝旅行ハワイ行けなかったっていう時があったんですよ。ひどいひどい話。でもサッカーひどいん で, でバスケットはもともと好きなんですよ。あのミニバスとかもう小学校の時ちょっとやったりとかしてたんで、はい、だからバスケットボール選手を目指してたかもしれないですね。そうしたらもっと身長伸びてたかもしれないですよね。あ、そうですね、うん、バスケやってる人ってねなんか身長伸びますもん。伸びますよね。スタッフバスケやってますね。あ、羨ましいな。あ、ツイッターにコメントありました。お、じゃあ新しいコメントの方をちょっと優先させていただいて、はい、ありがとうございます。あ、先ほどの、トトロさんからですね、はい、トトロさん、質問2つも答えていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。引退セレモニー試合後なんですね。始球式もされるようで、はい、めちゃくちゃ楽しみにしています。はい、幼なじみの方にもお伝えいたしますということで、はい、コメントいただきました。はい、ありがとうございます。トトロさんありがとうございます。さあ、あっという間でした。はい、もう1分前でございます。はい、ね、いかがでした。マズウリ FM、もうあっという間でした ね本当にあっという間でしたね。はい、うん、ドラゴンボールの私なんか、ね、はい、ベジータの話したのあれちょっともったいなかったなってすごい今後悔してる。いやいや、ピンポンピンポンっていや楽しかったじゃないですか。宮田さんの話しなきゃいけない、ね、いやいや本当に、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな形でね、我々もう生放送ノーカットという形の、はい、まあ、日本一尖った放送局アズーリ FM を運営しておりまして、はい、ぜひもうこれをご縁に、もしよかったら平田さんも
なんか、はい、冠番組とか、また定期的な特番とか出ていただきたいなというふうに思ってますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、ぜひまたね、今日ご覧いただいた視聴者の方にも、うん、はい、またどこかでお会いできると思いますので、はい、はい、いや本当あっという間でしたが、はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。忙しい中で、はい、ありがとうございました。あの引退セレモニーとトークショーと、はい、イベントも続きますし、まあ、今後もしイベント情報だけでも、うん、あのなんかいただけたら、はい、アズリの方でも宣伝をしたりしていきたいですし、まあ、ちょっと冒頭でお話ししました、ツアーとかなんかイベントをなんか企画できたらいいなと思ってますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日す、お越しいただきました、平田良介選手でございました。はい、ありがとうございました。はい、では皆さん、またどこかでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。